はいどうもこんにちは、こんばんは。眠くなったことがある人はご紹介どうもセミです。ということで今回はなんですけど、今回はですね、ちょガチ寝起きで撮ってるんで眠いっすね。まあ、ということで今回はですね、100日間この森の中で、生活していきたいと思います。そしてこの森にはですね、なんかボスが、おっと、なんかいる。まあ、わかりません。こういうやつが多分出てくるのかもしれない。100日間生活している中で。それをね、なんとか倒しながら、100日間ね、生きていこうぜということで、100日間ね、俺なら生き残れるぜって人はこういうか、教えてくれな。それでは早速、やっていきましょう。さあ、ということで、まあ、やっていきましょうか。寝起きすぎてちょっとあんまうまく説明できなかったんですけども、とりあえずね、おー、なんか来てる、なんか来てる、なんだお前ら。まあ、とりあえずね、こいつらをほら、倒せばいいんですよ、これ。ね、でもこいつらを、こんな感じで、まあ、倒して、でこの落とすコインとかも集めつつやっていきましょうよっていうねことなんですよ。で弾無限にあるから、まあなんかもう適当にね、打っていけばね。でも結構余裕じゃないこれ。あ、で右上になんかほらマッシュルームレフトって書いてあると思うんだけど、このマッシュルームをまあ倒せばいいんだよね。これ多分10体倒せば、多分次の日いきます。だからこれラストかな。痛い。はい、これで、あ、ラストだ、来た。はい、You Survive Day 1って1日目で生き残ったぜってね、こと言われましたね。いや、余裕じゃないこれ。次、13体倒せばいいの。え、余裕じゃない。余裕。後ろにいた。ちょっと待って、これ、調子乗ってると、もう結構近くに来る。てか、このマップ、普通にすごいな。どうやってこんなポーズ作ってんねんっていうね、この NPC さ。あともう1体、後ろの方いるだろ、ほら。はい、やっていこう。はい、来た。2日目も生存。え、てか待って、上になんか。プリペアフォーボスイン7デイって7日後にボスが出る的なこと書いてあるんだけど、ちょ、頑張って、あと7日生き残りますか。てかこれ武器とかな、買いたいな。これうわ、これコインの使い道、これ結構大事だと思うからさ、コインの使い道悩むな。あ、来た。お、あ、3日間生きたから、なんかウェーブが変わるって、なんか難易度変わるかもしれん。ちょっと待って、ちょっと待ってこれ買っとこう。なんかちょっと体力やばい、減ってきてる。え、15個ももらー。うわー、なんか、なんか色変わった。ちょっと待って、これ食っとこう、ちょっと、マジで。あ、やばい、食う時間がない。やばい、結構やばい。え、結構やばい。ちょ、これ武器そろそろ変えないと、まずいかもしれないな。ちょっと、なんか、そろそろ耐えきれなくなってきてる。で、これ多分常に動き回ってた方がいい。うん、絶対常に動き回ってるのが多分これ正解だわ。待って、で、これ買って、あ、もうなんか買おう。これ買おう。オッケー。1個買った。オッケー。はい。あ、こう結構変わるな。あ、これ、AR 買うだけでも結構変わるわ。うん。いや、AR 買うだけでも、めっちゃ変わるんだけど。これやばい。割と100日間これで生き残るの結構辛いぞ。あぶねえ。ちょ、回復。これなんかさ、これ、ちょっとさ、時間欲しいんだけど、なんかいろいろ、なんか買ったりする時間、これ。体力増やせない、これ。あと、スピード。あ、待って、スピード上げれる。ちょっと1.5倍。これ。あ、これでかいし、なんか青くなったんだけど。何お前。体力も絶対これ増やした方がいい。やばい。ちょ、体力もさ、ちょっと。これ増やせない。あ、300になった。あ、これでかい。体力300になりました。これはでかいです。あと、やばい。足の速さも上げて、これ正解だわ。ほら。てか、やばい。ボス出てくるまであと3日なんだけど。危ない。ちょっと待って。マジ回復しよう。はい。で、キャベツ太郎買っとこう。え、何このリモコン。これ買おう。え、これ何これ。あ、で、キャベツ太郎。はい。これ何。あ、テレポートできるの。痛い。痛い。ちょっとやばい。なんか体力増やしたらさ、なんか回復しない。あ、ほら、よっしゃ。さっき僕は気づいたんで、これ体力増やせば回復することに。てかやばい、あっ、じゃボスが来る。さあ、もうそろ倒し終わりますせと。はい、来たー。さあ、あー、9日目来た。おお、なんだこいつ。やばすぎる。え、お前強すぎない。やばい、こいつ強すぎる。ガチで。やばい。え、こいつガチで強い。ガチで強い。待って、テレポート。危ない。待って、もうこれはもう、ちょっと待って、これ、ザコがガチで邪魔。ザコキノコ。やばい、体力が減ってくる。体力がない、もう。やばいよ、これ。いや、死ぬ、これ。いやー、やれないか。倒せろ。うわー、あとちょっと。あ、待って、なんか生き返った。え、なんか生き返った。え、え、なんか、え、これ、あれ、これ、え、一回死んだら終わりじゃないのこれ。あ、なんか、え、なんか割と、あ、一回ぐらいなら死んでいいみたい。なんか来たんだけど、待って。
あの1回ぐらいならなんか死んでいいみたいですね、なんかね、はい、あの気づきました、はい、あ1回ぐらいならなんかあの死んでいいっぽいですね。死んだのは夢だったみたいですね、多分ね。まあとりあえずこのトレジャーチェスト君を、暴行していく。はい、じゃあなと、もうそんな強くないなこいつ。ちょとりあえず攻撃2倍にするか。で次ちょっと足の速さ上げたいね。でなんか武器も買っとくか、これ SMG 買う、これ。あ、いや強いな、強いわこれ。いや SMG でかい。じゃもう100コインぐらい欲しいな、ちょっと体力増やしたい。いやでもね、体力増やすのなんか戦ってる最中とかの方がいいかもしれない、ポスト。そうすれば全開するからね、途中で。やばい、なんかまた色違い出てきたんだけど。あと半分倒せた。やばいよ、やばいやばいやばい、結構やばい、結構ガチやばい、結構やばい。お前ら強すぎるでしょ、ちょっと待って、でもめちゃめちゃ強いんだけどこいつら。待って、もうでもなんかこれ生き返るんだね、死んでもね。ちょっと待って、もう次死んだら終わりにしようね。もう次死んだ瞬間即終了でいきます。で、は足の速さをちょっと2倍にしよう。これ結構大事、あこれ大事だわ。いやガチャ、やばい、てか次の日ボス来るじゃん、まずい。ちょ、こうわー待って、えキモ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 いキモ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 い、ガチで、ちょっと待って、痛い痛い痛い、ねえガチでキモいこいつ、ねえガチでキモいこいつ、ねえガチで邪魔、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、ガチで死ぬ、ガチで死ぬ、わあ待って、もう強すぎる、お前もう死ぬってこれ、ねえもう強すぎる、お前はもう死ぬ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 て。てか待って、なんかカメラ固まってんだけど、僕何ずっと僕この顔してたのね。ちょっと待って、僕多分撮影中ずっとこの顔してんじゃん。はい、やっとカメラが動き出しました。ちょ、カメラ止まってたんでね、死にましたけど、まあまだ続けていく。ね、カメラ止まってたからね、カメラが止まってたんでね、はい、続けていく。倒させてくれ、倒させてくれ、死んでくれ。いや、これ20日レベルのボスじゃない、これ強すぎる普通に。はい、やっていく。ちょっと待って、うわなんかまた出てきたんだけど、なんだよお前ら、お前ら硬っ。あで待って、これパーク、これ大事かもしれない、スーパーヒールとかこれ欲しいんだけど。うわーでもこれ100コインな、何に使うのがベストなんだろう。でも体力増やしたいっちゃ増やしたいな。あ待って、これこれお金かかんないじゃん武器買うのね。え待って、今気づいたんだけど、え僕お金かかると思って武器とかあんま買わなかったんだけどさ、お金かかんないやん。えもうめっちゃ買うべきやんこんなん、ほらライトマシンガン5丁持ちぐらい したら勝ちじゃないこんな。これ6ランクどんだけ強いんだろこれ。で、はい、ドーンバーン、お前強すぎるやろ。はい、ここでパチコンドーンほらこれやばいでしょロケラン。あー来たよ来たよ。うん、なんかうおー、ちょっと待って、掛け声こいつおかしいだろ、なんかふんがふんがふんがって、はいふんがふんがふんが、はいふんが。これさ、こいつの攻撃よりこのさ、マリオザコの攻撃が痛いんだよね。ね、またカメラ固まってるし、お前何回固まんだよカメラよ。マジで何回固まんだこのカメラ、ゴミカメラマジで。ちょ生かして、お願い生かして、ちょお願い生かして生かして生かして、ちょザコが邪魔、お前、おい邪魔だなザコ。はい、やっていく。お、グレポンだ。え、グレポンもらった、これは使うでしょ。ちょっと鼻かみたい、やばいやばいやばい、鼻かんでたらやばい、鼻かんでたら囲われてるんだけど、ドーン、強すぎー、ちょロケラン強すぎマジで。グレポンってこれってか強いの、あんま強くなさそうだけど、はい、おーまあ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 強いやん。さあボス来るよ、やばい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 、ちょっと待って、ミニガンかせて、ミニガンかせて、これでこれ、うわーこれ強い、これは強いかもしれん、ほらえこれミニガン、ミニガンえぐい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 ので、はい2丁持ちだから、はいもう無限に打てるぜっていう、もう無限に打てるぜっていうね、2丁だ、2丁持ってるから、オーバーヒートしたらもう1個の方に切り替えればいいと。おい来た、これ最強最強メタ、 このゲームの最強の最強のボスの倒し方、ほら初めて死なずにボス倒せるかもよ、ほらほら初めて死なずにボス倒せた、初めてだよ、やったー、これ多分ワンパンいけるでしょ、はいワンパン、お前やばいだろこれ、ワヤッペはワンパンできちゃうの。なんかもうね、6ラン手に入れた瞬間すごい楽になったわ、なんかまあいいや、とりあえずボス戦行こう、はい体力マックスの状態で、はいやっていく、さあ来るぜボス、来たー、はいはい、もう撃てるぜ、もう撃ってちゃうんだぜ、はい、はいはいはい、やばい、で、はい持ち帰る、はい持ち帰る、はい持ち帰る持ち帰る持ち帰る、はいはいはい、これ周りの雑魚邪魔、ちょっとお前ら消えろ、はい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 、いいよ、もうどんどん攻撃してた、僕の方が減らすの早いかもな、もしかしたら僕の方が君の体力減らすの早いかもな、ボス君、はい
持ち帰る、おい、これがやっぱ最強なんだよねと、これが最強なんだよねと、もう他の武器いらないよねっていうね。やばい死ぬ、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 やばい、やばい、やばい、危ねえ。あー危なかった、なんとか生き延びました。いやまあということでですね、ちょっとなんとかまあ50日まで生き延びたということで、まあちょっと今回はねこんな感じで、もうねもう何回も死にすぎてるんでね、まあさすがにねもう50日までで終わらせたいなと。いやこれ死なずにさクリアすんの、いけるの7回死んでるよ僕も。皆さんもねこのマップ遊んでみてください。俺なら1回も死なずにいけるぜって人はね高評価ね教えてください。僕は無理でした。はい、みんなならいけるかもしれないんで高評価押しといてな。そしてねこの動画が面白ければねチャンネル登録して通知をねオンにして高評価押しといてくれよな。では終わります、バイバイ。